引き続き鉄拳新戦やるみたいです。ローハイが入るみたいです。暑いなぁ。韓国の人だよね、今の。なんか片言だから。ノビー曰くドラグノフには 100% 負けないとのことなんで、まああいつドラグノフ対策は確かにすげえからな。対戦韓国の動画とか見たりする？たまに見ます、ね、俺もたまにハオのフェン見たりするんだけど。ローハイって確かにキャラこれなのって思わない？俺の知ってるなローハイはブラロー、ね、ブラローだよな。何がメインなのかよくわかんないですよね。ちょっとマルチだよな、韓国の人たちは。今ベンジェンスかな、ジスかな、水面見えてさばいたって言ってましたね。韓国語だから違うかもしれないですけど。俺は韓国はもともとずっと昔から2位が一番強いと思ってましたけど、死なない。今ギリギリ残ってローハイがジャブで固めに来たのはもうノビがクラッシュしないの分かってるっていう事前の情報があったからだしな。意地の張り合いじゃねえかよ。しかし韓国のトップ5レベルのプレイヤーが2人ともリー使ってるってのなんか不思議だね。そうですね、そんな強キャラとか言われてるわけでもないです。なんでなんだ。ノビ、あのさ、先方さラスにした方がいいよ。禁煙しろ今から。Get ready for the next battle. Round one. Fight.ノビが最近ハマってる技、レッグフレイル。あれ強い、臭いよ。ドラグノフの両剣、あの上段飛び蹴り。ああ、なんかやたら使ってます、ね、最近なんかね、こっちの清流ぐらいのすごい、なんかもうドラグノフの型にはまってない意味わかんないドラグノフが使いがいるんだけど、そいつが主力技なんだあれが。それであれ、それとあのコンボで使う前 LK キャンセルあるじゃん、
あれがガス回りのメイン用のドラグの方がいるんだけど、それに影響を受けて先使い始めて、そんなもんあるんだ、ね、あ、ヘリがやばい、あれ単体で40いくつ減って、で受け身取る取らないで逆離着できて、ちょこちょこファジーガードもうまいね、韓国今みたいな右横下髪も、最初から帰りゃいいじゃねえかよお前、先手ボタン押してラウンド始まる前に、まさか見えてるのか、そんなことないと思うけど、そうそうそう、バックダッシュ1回で終わりなんだから、そう山捨てしなくていいんだよ、お前が教えてくれたじゃん、これ避けたら全部後ろ歩けだよ、セリおい、ペコちゃん元気か、あ、どっかやってたのヒルさんと遊んでたの、今伸びてやって伸びて勝った、今始まったばっか、フェルピミは結構1時間ちょいで終わったかな、ペコス帰る前に一言なんか喋ってけやって、ありがとう、ナシ君、ナシ君でした、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、パチ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 してるよ、はい、お疲れ様でーす、ペコス君です、時間まだ大丈夫電車で帰る、お疲れ様でーす、ギリギリです、時間、時の人でーす時の人ペコスでーす、MVP もう過去の人です、まあまあまあそうだ、まあまあまあもう、まあ、過去の人だよお前は、常に過去の人です、いやいや、もうちょっとは、まあ、1週間ぐらいは気持ちよく行っていいよ、いや今年いっぱいだ、大丈夫だと思ってる今年いけるでしょ、今年いけるから、ね、今年まだいけると思う、トラちゃんは 2,3 年いけるって言ったから、あ、そっかそっか、いや良かったね昨日は、いや本当本当、結果的に言えばね、もう美味しいとこ取りだから、そうだね、あれ以上のものはだってもうないからね、ないですよね、まあ俺もそれ空気読んだ感じはあったけどね、あ、これペコスに任せてみようかな次の世代にみたいな感じはあったんだけど、でもその前のあのインタビューで俺が空気読んでもう早めに回したところがあるんで、ユウさん絶対ユウさんなんかこう喋ってくれるんだろうなって、あ、そうごめん、鳩に振っちゃったわ、いやまあそこはやっぱこう掛け合いですよ、そうですね、なんか詳細決まってないけど、はいはい、うちらのチームの5人の飲みつつおごられくんをやるみたいな配信が感想戦があるらしいですね、そうですね、まあ、詳細決まったら皆さんに告知しましょう、そうだね、美味しいとこ取りって言うけど他の人じゃ多分無理だったわ、それは間違いないです、あれなんですよ、俺回ってきた時の空気がいつも回ってくる空気と全く違うんですよ、どういうこと？なんか今まで回ってきた時はなんか俺よりそんな強い人がゴロゴロいる面筆がなかったからと思う、でも今回もう誰でも対処張れるような人がチームメンバーいたから、あ、なるほどね、その中で
あの呼んだとされて、いやお前それ無理だろみたいな空気がお世話だと伝わってきたんで、お世話だね。かつね、あんなになってご立てされたらもう鉄拳界の終わりでしょ。ペコシ、今日のタイムシフト見て優の発言見た方がいいよ。いやちょっともう時間かけてじっくりやれみたい。見た方がいいよ。だって俺絶対勝てないと思ったもんって言って言ったらんだ、言ったらんだ。あんなの勝てると思ったやついないだろ。でもあのね、俺だけですか思ったのじゃそうだよ多分。マジで、うん、多分お前だけだよ、いけると思ってたの。だからすごいんだよ。マジか、もっと信頼してくださいよ。逆に俺が大将であの場合残ったら、お前ユウさんならいけるとも思えるいやあるでしょ、まあ、だこれ倒したらまだあるでしょっていう、まあ、ぐらいはありますよ。これ副将に勝った時点でもいやー、厳しいかなと思ったんだけど、自分の中で、あもうこれいけると思ったのがどこ、ラティ。あ、ラティ倒したの。え、2人、え、3人目か。3人目です。ラティ倒したっていうか、もう1本半ぐらい経過した時点で、うん、なんかラティンの動きがなんかおかしいんだけど、これおどうしたのっていう。悪い意味でおかしかったってこと。あのこっちの意味ではすごい楽な気持ちでいけたから、ちょっと緊張してるかなんかって感じなんすかね。でも結構っていうか、無試合時代あんまやってないし、やったのも結構前なんですけど、なんかでもやるたびに結構最初以外はなんか圧倒的に勝ったイメージが強いんですよ俺は。そうだった、そうだった。で最初が あいつのプレイスタイルはもう知ってるから、いつ来るんだろうと思ってたら、あの俺が先に2本取ってからレオで荒らしに行ったから、そうだ、ね、あもうすごい気持ちが楽でしたね。あ最初から来られるようにね。うん、あのね、ユータンと話したけど、あのトリガーのトリガーを警戒してるのをさらに警戒してるみたいな、わけわかんないよ映画出てたからあれ面白かったな。でもだってさ、もうあの状況になったらさ、向こうの出てくるやつらなんて勝ったら MVP になれるじゃん。まあ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 、そうっすよね。だからさ、荒らしに来るのが当然なんだよ。それそうなんすよね。その空気の中に、空気の中荒らしに対応しようとしないで、なんかちゃんと自分の鉄拳を貫いて一つ一つ勝ちを作ってたのが俺は一番すごいと思う。あそこでお前も落葉だとかブーン飛んでから下段打ちまくってるのとは違ったから。いやでももう朝ついてなんかもうじゃんけんした時点でもうなんか運がおかしかったですからね。お前トータルでそう引きだろ、あのなんだっけ K1 の時のくじ引きと、くじ引きもそうですし、じゃんけんもそうだし、うん、大会全部 2P 取れたし、お前が来たからこんな人が増えたよ。あ、わし、すごいなありがとうございます。またなんかチーム戦あって俺にやったら出ようよ。あ、出ましょう。あ、でもあれだろうね、俺らなんかでやって組みたいやつがいるんだろうな。もう世界のペコスとなっちゃいましたからね言うのみなんてもう言うのみなんてしょうがねえ、組んでやるかって感じ。いや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 、ゆうさん仕事してるじゃないですかちゃんと。いやいやいや、ペコスさんもう大将に全てが持ってかれましたね結果論って結果論また改めて、はい、おごられくん配信があるならそっちも盛り上がっていきましょう。そうです、あれ楽しみです、ね、あのペコスを、ペコスを本当に吐くまでみんな飲ませてくださいね。その時はよろしくお願いします。僕酒弱いんですけど俺はソフトドリンクでお願いしますじゃあすいません、そろそろ時間なんで、はい、ありがとうございます。また改めてよろしくお願いします、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。おい、俺は帰んないです。ありがとう、お疲れ様です。ちょっと待って、ユウトは組みたくないって言ってるけど、俺昨日相当活躍してたんだけど、裏で知らないでしょみんな。ひどいこと言うね。え、そう、まあ、そうだよね、いいんだいいんだって。いや本当もう昨日はペコスが全部持ってってくれて構わなかった。裏で活躍してたのハトです、間違いない。
ノビはまだヘルプミーと切り替えができてないかな。ちょっとエルオーリアやってくるさ、時の男ペコス出演中、広告ありがとうございますけれども、ペコスちょっと今時間で、終電の時間で帰られました。ノビンビン、あのヘルプミーの時の戦い方から切り替わってない感じがまだある。こいつはヘルプミーの時より全然ファジーうまいから、最速で技を出すんじゃなくて、ん？Round one. Fight. アドバイスしてきました。
KO New Challenger。Get ready for the next battle. Round one. Fight. ゴールドチケットがプレゼントされましたって、こういうの使うべきなんですかね。サクッと、まだ使うの言っちゃいましょう。使うべき、使えばこれ使った方がいい。どういうタイミングで使うのがベストなんだ。今日使わずにいつ使う。なるほど。俺ゴールドチケットって無限に延長できるのかと思ったら違ったんですね。もっと早い時間に使おう。あの、よかったら韓国のプレイヤーの話聞かせてください。ちょっと待ってください。もちろんです、もちろんです。ちょっと今、韓国の、自己紹介をお願いします。ああ、聞こえますか？聞こえてますか？はじめまして。今回のマスターカップの、はい、なんか韓国のチームのスポンになった、まあ、株式会社 JIJ の代表バックジヌと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、プレイヤーのこともよくご存知なんですよね。はいはい、今、まあはい、ローハイがブライアン、日本のプレイヤーのイメージだと、はいはいはい、ローハイの使ってるキャラクターは、はいはい、ブライアンとローっていうイメージが強いんですけど、あ、確かに今回は、はい、ドラグノフと、はいはい、リーを使ってます。今ローハイのメインキャラクターってどういう、大体ローハイ君ってメインキャラがないんですよ。あ、ないんですか。はいはい、ないんで、なんか一番憧れる存在が、まあ、オニープラティスさんのこと、すごく憧れるので、あの方のプレイを認めて、なんか並べくあの人になんかなりたいみたいな感じなんですけど、あれなんかロアイ君って何のキャラ使ってもうまいから、なんかモノマネしかやってないのにすごくうまいですね。はいはい、そういう形になります。最近はニーナラスですごく頑張ってるんですけど、あ、オリオ、はいはい、はいはい、プラティスさんのこと、確かに、はいはい、ローハイはオンリープラクティスのことを尊敬、憧れてるんですね。はいはい、なんかみんな、なんか一番上だと思ったら、うん、オンリープラクティスで、あ、そうなんだ、はいはい、まあ、確かに相談にやってると、うん、なんか一番スイートが多分みんな2位っていう膝さんですよね。膝さん、はいはい、日本のプレイヤーのイメージだと、はいはいはい、韓国で一番強いのは2位、はいはい、っていうイメージがあるんですけど、それは韓国の人たちからとっても、はいはいはい、その通りなんですか。まあそんな感じなんですけど、一応なんか裏の話ちょっとする裏話だけど大丈夫です。はいはい、大丈夫です。大丈夫ですか。なんか一応なんか韓国のグリーンゲーセンの、はい、なんか、はい、なんか膝さんはグリーンゲーセンで歩いて5分ぐらいの家で住んでるので、はいはいはい、家から配信見ながら、お、今日はどう、まあ、どうみたいな感じなので、ちょうど道断あったら出撃みたいな感じなんですよ。いやらしい。だから、まあ、あの人に勝てないかもしれんですけど、うん、一応なんか新手剣心が今、うん、
膝さんしかいないから、はいはい、そういうことになるから、多分まあ、さっきヘルプミューも落ちたじゃないですか、全然気にしないんですよ、アイスは。気にしないんですね。はいはい、なんか、鉄拳、なんか、なんだっけ、鉄拳砲とか入ると、上がると、まあ、2位が見えるから、まあ、しょうがなく、落ちる方がもっと安定ですって、あ、はいはい、そういう形になるから。結構ね、なんかみんな何位とかあんまり気にしないんですよ、うん、だからプライド的にちょっとモテる人もあるんですが、いる形なんですけど、うん、あんまりまあ落ちてももう大丈夫みたいな。まあ韓国は3位といえば最初なんか19と、あとが剣王、うん、あと鉄拳ロードしかいないって、みんな言われるんですよ。他の団員も獅子とか関係ないんです、まあ、関係ないんですよ。そういうことになるんですよね。剣王以上じゃないと、はいはいはい、もう団員として意味がないと、はいはい、意味がないみたいな感じです。みんなプロの形もみんなそういうことになるから、そういう感じなんですね。日本はちょっと団員が進むのが遅くて、はいはいはい、さっき言った両デクっていうシビル兵が初めて鉄拳士に上がったんです。おー、なるほど。まだ団員があんまり進んでないんで、ああそういう形なんですね。結構韓国ではあんまりフリースタイルの対戦がなくて、うん、もう全部同段戦なんですよ。あー、はいはい、さすが、はいはい、まあもうお金ないから帰りますだったら出してくれから座って、そういう形になるから、本当に、まあまあ、うん、そういう形になるんですよ。日本でもたまに、はいはいはい、若いプレイヤーが、はいはいはい、お金ないからやめますって言うけど、はいはいはい、僕らの上の世代が、はいはいはい、お金いいからやれって言って、はいはいはい、同じですね。まああれはまあ、まあまあ、楽しさがあるからそういう形になるんですけど、うん、ちょっと悪い意味もあるんですよね。はいはいはい、あ、多分対策して、まあ、家でちょっと考えますの話もあるんですけど、あと僕が知りたいのは、はいはいはい、日本にこの前来てた JDCR は、はいはい、最近グリーンアーケードとかにいるんですか？たまに来るんですけど、最近なんか開国の大会とか出るので、まあ、そういう方になるんですね。JDCR は海外の大会にすごいたくさん遠征行きますけど、はいはいはい、他の韓国のプレイヤーはあまりそのヨーロッパとかの大会には行かないんです。すごく興味があるんですけども、まあ、最近はいろいろ事情が悪くなっちゃったので、まあ、ゲームセンターもすごく潰されるし、まあ、そういうことになったんですよね。あ、日本もですね、はいはいはい、厳しい状態なので、今回なんか僕は一応対戦格闘すごく好きなので、他の対戦格闘やってみますけど、まあ、松田さんと相談して、まあ、なんとかやってみますけど、素晴らしいですね。はいはい、いえいえいえ、そうですね。さっき、はいはい、日本で一番ダインが高くなった、はいはいはい、デビルヘアのリョウのプレーは、はいはいはい、韓国の方見てらっしゃいましたかね？大体なんかライブモニターでチェックするから、うん、常時あると思います。はいはいはい、彼は今のびと量がすごい、やっぱり日本では強いって言われてるプレイヤーで。なるほどね。のびさんってなんかすごく、まあ、前よりドラゴンオープンすごく上手くなったって、うん、なんかヘルプミーも言いました。あ、ヘルプミーから見ても上手くなったって、はいはいはい、なんかあんまり悔しくないんですって言ったんですけど、すごく強かったから悔しくないんです、はいはいはい、まあ一応なんか、まあ、クールな生活で、うん、あんまりなんか裏がないんですよ、うん、まあ、真面目な生活なので、なんか一応、まあ、負けても、まあ、大丈夫だし、まあ、変な動きで負けちゃったら大丈夫だし、それは日本もそうです、はい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 、舐めプレーしても OK みたいな、はいはい、まあ、多分クランスは復活するんですけど、うん、まあ、最近は、まあ、また鉄拳王ぐらいだと思いますね。グリーンアーケードの対戦動画が、はいはいはい、ずっと YouTube の方で、ああ、なるほど、いつも更新されるんで、はいはいはい、日本のプレイはそれを楽しみにして見てるんですか、ね、ありがとうございます、本当に。こちらこそ。なるほど。でも、毎回、まあ、
ヘルプミーとかヘルプミーの弟子さんたちが、まあ、言われることが多分オンニープラティスが日本に来ると危ないってみんな言われるんですよいや、はいはい、オンニープラティスのプレーは、はいはいはい、もう日本のプレイヤーみんなそのコンボがすごい上手いし あと噂で聞くと、はいはい、結構若くない変な動きがあります。なんか壁の近くになんか3月ぐらいのジョンがあるんじゃないですかはい、はい、あれがオンニージョンですよはい、はい、そこにあると、まあまあ、結構厳しくなるから。あと韓国人ってなんか JDCR は無限のステージが好きなんですけど、みんな壁ステージ好きなんですよ。はいはい、コンボがやっぱりなんか世間で派手ですごく面白いじゃないですか。それでちょっとそういうことすごく好きなんですよね。これですね。はい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 。YouTube の。はいはいはい。韓国で前鉄拳クラッシュっていう 3on3 の大会があったんですけど、今やってないんです。あ、なんか去年やったことがちょうど鉄拳クラッシュから鉄拳バスターズって名前がちょっと変わって他の番組からやっているんです。それで多分春ぐらいにまた他なんかシーズン2がやる感じなんですけど、まあ、まだ分からないですね。なんか大人の事情があるみたいな感じ大人の事情ってこともよく知ってますね。はいはいはい、まあ、関係者なので、まあ、一応、まあ、申し訳ないんですけど大人の事情がよく知ってます、はいはいはい、日本もうまいですね。いえいえいえ、コメントも拾っていくし素晴らしいです。結構なんか大人の人と、まあ、しゃべるとちょっと失敗しちゃうかなと思いますよね。いやいやいや、そんなことないです。日本語ペラペラです。登場です。申し訳ないんです本当に。韓国はいつ日本はいつまでいらっしゃいますか。僕はここで生活するので、はい、一応、まあ、ずっといる。はい、自分の会社のことで、あ、はい、一応してるので、ね、僕はたまに秋葉原とか、まあ、巣鴨は週末の大会に、まあ、3回ぐらいに出たことあるんですけども、はい、まあ、たまに板橋とか結構出ます。はいはい、いやー、じゃあ住んでる場所も近いんですか。はいはい、どこら辺に住んでるんですか。あ、新宿ぐらいです。新宿、そこも新宿、はいはい、近いです、はいはい、ぜひ僕の事務所に遊びに来てください。はい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 、まあプレステとか、まあ、箱もあるし、まあ、いつでももう対戦できるのでぜひ遊び行きます、はい、ます、お願いします。あとで携帯番号教えてください。はいはい、 OK です。そうですか。ロハイはやっぱり韓国の若手の中では一番強い、はいはいはい、一番かな。僕から順位をちょっと考えてみると、うん、一位がヒザさん。ヒザさん、はいはい、2位って言って大丈夫です。ヒザさん通じる通じる。ヒザさん多分2位と2位が結構間違えるから、うん、はいはい、スティック使いの、あの、はいはい、イントネーションが似てるから、はい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 、じゃあ膝さんと、はい、あとはオンニープラティスさんと3位だったハオさん、ハオ、はい、多分4位がハルフミーと5位が多分ロアイかなと思うんですけど、はい、もう自分、まあ、個人的なことなので、まあ、あんまり気にしなくても大丈夫です、はい、まあ個人的な、はい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 、個人的な意見なんで、まあでも毎回クリーン系戦の生配信見るといつもヒザさんとハオさんやってるから、そうそうそう、まあ、いつもなんですよ。もう日本のプレイヤーもハオはヘルプ、あの、2位に落とされて、はいはいはい、また上がって落とされてっていうのを何回も何回も繰り返して、はいはいはい、男らしいでもなんかあの人なんかすごくなんか頑張ってるのになんかできないからちょっと残念です。でセインツさんも昨日オンニーさんと鉄拳王戦にあって、まあ、まあ決めないけど多分まあ同じぐらいのちょっとなんかすごくうまいだと思います。まあ特別なんかかガンニュー使いだから、韓国でガンニューあんまりないので、はいはい、でまあ、セイントが6番目、他に4人ぐらい他のだったら、まあ、クナンスも最近すごくうまいし、でも最近クナンスって
なんだっけ、結構コンバとか、うん、すごくやりやすいコンボしかやってないんですよ。自分が失敗したことがちょっと気になるからちょっとね、うん、さあ最近ヘルなんかトリプル H さんは剣王ですよね。剣王ぐらいね。レインはやめちゃったんです。はいはいはい。マクドクジンとかはマクドクジンはやってないですね。やってないんだ。はいはいはい。ニンはやってます、ね。ニンはたまたまやってますね。でもニンは最近あの、はいはい、コメンテーターとか、はいはいはい、大会の、はいはいはい、その解説するからちょっと忙しいなんですね。あマルグ。マルグは今平気じゃないですよ。申し訳ないです。あとリリは分かんないですね。サンチップ。サンチップは今 LOL のプロゲーマーになっていると頑張っていますね。エイスさんはまあまあなんだっけ役者ぐらいかな。はいはい。チャンイクさんやってないよもう。チャンイクさんやってないんですよ。インラインスケートやっています。はいはいはい。あそうなんですか。インラインスケートインラインスケートやってます。チャネルチャネルもなんか来店の上がな何ですか。キシン。あ、キシンぐらいなんですね。はいはい。やっぱり韓国で、はいはいはい、強いと言われてるキャラクターは、はいはいはい、三島。この前、はいはいはい、テルピミの考えたランクが、はいはいはい、日本で話題になってたらしくて、はいはいはい、なんか、あれテルピミかな誰か、なんか韓国の誰かの有名なプレイヤーのランクで、ブルースが、ああブルースですよ。S、はい、S なんですよ。それはみんなそう思ってるんですよ。はいはい、はい。昨日もなんかパンフレット見ながら、ラスが一番多かったじゃないですか。でも韓国人はあんまりなんかライスラスのこと対策全部できるから、まああんまりだと思います。ブルースなんかオーニープラティスのラスだったら、まあダブル S だと思うんですけど、あんまりなんかみんなブルースだと思います。なんか世間的になんか他のゲームだとキックボクシングすごくつって、まあまあ、結構いけるじゃないですか、うんまあ、他のゲームだったらストーフォーとか、まあ、バーチャーファイターもなんかキックボクシングすごく強いし、まあ、世間的には、まあ、最近はキックボクシングでしょってそういうことじゃないですか。あと韓国人投手には一番なんか黒人が好きみたいな感じなんですよ。ありがとうございます。福士君から差し入れいただきました。いただきます。そっか、はいはい。でも日本のプレイヤーの方もすごく優しいから、すごくありがとうございます。ありがとうございます。中国なんか感謝してます。ありがとうございます。こちらもなんかベイミーさんとか、うん、わざわざ声かけるので、なんか自分からなんか外国人なので声かけるのちょっと、いやいやいや、はいはい、日本人はみんな優しいです、はいはい、それでなんかユウさんが昨日もなんかヘルプミー見ながらなんか韓国語でアンニョンアスヨで挨拶するからすごく嬉しかったです。いや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 、まあここからはまあ声かけがちょっともう微妙なんですけど、まあ鉄拳もうまくないし、いやいや関係ないです関係ない。韓国の話みんな面白いって言ってます。ああありがとうございます。いろいろあります。ああもうここに。Get ready for the next battle. Round one. あと15分ぐらいで終わる。大丈夫ですよ。出てねえよ。あ、ヘルプに出た。
かもしよかったら今見てくれてるリスナーの人たちに、はいはいはい、韓国の誰かプレイヤー一人インタビューしてほしいんですけど。あはいはいはい、わかりました。誰でもいいですけど、ヘルプミーかローハイかモッキュー、誰でもいいし、まあ多分ローハイがいいんじゃないですか。ローハイ、まあ、自己紹介お願いします。はじめまして、ロワイと申します。まあ、まあ、質問があれば、まあ、なんとかしてください。なあ、すごく嬉しいんです。ありがとうございました。このプレイヤー、ロハイのサーブしています。ノビーランとして、おとんに感想を伺うんですか。ノビさんとは、感想はドラゴンのプレイ、韓国人と많이다르게했는데、처음에상황했거든요。で、それが계속하면은좀불리할것같아。なんか韓国のドラゴンロープとちょっと違うプレイヤースプレイするんですけど、ちょっとスタイルが違うんですが、ちょっと長く投打にやってるとちょっと多分対策が出る感じなんですよね。ちょっとやばかったですって。まあ確かに日本だとちょっとスタイルが違うなと思います。日本チャンコに대한느낌、日本チャンコはコンボが굉장히약해。日本のなんか鉄拳のスタイルだとコンボがすごく安いってそういうことなんですよ。なんか3段ぐらいのなんかニーナのプラピングのコンボなんか4回みんなできるので、なんかなすればでもそういうことができるから、まあみんなコンボのことをすごく気にする感じなんですね。なんかリスクよりリターンみたいな。なるほど。もう英語には正直많이해보지못했거든요。그래가지고아직잘모르겠어。でもずっとやってる感じじゃないから、まあ詳しくは知らないですって言いました。メインキャラは一応いるんですが、ブライアンとローなんですけど、最近はなんか他のキャラやってる方がすごく楽しいなので、まあ、気にしなくてなんかする感じなんですね。만능스타일은만능스타일한국에서온리브레이크게임을해서한국도나가대전するとやっぱ온리브라티스いるからそれがまあ自然的にこうなる感じなんですよね。あ、강남스타일とはちょっと違うかなと。スタイルじゃないですね。僕はの話はもうやってないの。まあ今回のもう感想は、まあマスターコップに参加してすごく嬉しかったんです。なんか彼は兵役がまた半年以上、なんか半年くらいに残ったので、またまあ半年くらいで兵役に入るから、まあまた機会があってはまあ日本に行きますって言いました。マスターコップお疲れ様です。お疲れ様でした。韓国、韓国の英語のコントラスト
やっぱ注目されるプレイヤーって、まあ、オーニープラティスさんしかいないんです。まあまあ、オーニープラティス信者ばかりなので、まあ、僕もオーニープラティス信者なので、まあ、彼らが日本に彼が日本に来るかどうかわからないですけど、結構仕事で忙しいので、まあ僕たちはオーニープラ信者です。はい、まあそういう形なので、まあ、はい、お疲れ様でした。あ、21です。すいません、ジンウさんの、インタビューさせていただきました。わからせていいよ、はい、無理っす。はい、韓国プレーじゃねえよ。はい、昨日ね、僕らのチームはこのクマパンに強奪されて終わりました。これは韓国のジスウってプレイヤーですね。そうですね、ヘルプミの弟子らしいです。あ、そうなんだ。ライブお疲れお疲れ、抱いてやる抱いてやる、来いよ、チャラくない。そう。もう一回もう一回って、もう一回もう一回。デックスは0勝4敗でしたね。はい、安定の、はい、なんて0勝4敗のデックスでしたね。はい、一人ぐらい勝てなかったの。いや無理だったね。アサルトがさ、フュージン、タッチピー、うん、バウンド、うん、タッチピー、うん、トゥースマ終了みたいな。相手体力 ゼロなのにそれで終わったみたいな。はい、いやー強かったね。なんか最初話題になってたのが、うんうんうん、どっかのアマキーに4択されて、うん、そこから不動産が逆ボタテしたみたいな。あ、残ってたな、黒黒と、うん、そうそう、不動だけ残ってて、最初前方行ってゼックスがボコボコにされて、ハメコギリギリで負けちゃったんだけど、うん、で俺がいけるだろうと思ったら、もう完全にもう画面見ない台数を連打されまくって、うん、おー、死んだわって、すいません、不動産お願いしますって、不動が5人抜きしてくれた、さすがでしたね。ああ、完全に笑われてる。伸びない、煽り合い、煽り合い、伸びの味方がいないっていうね。ライブやってきましたよ。今日セックスマシンガンズホイパンやってたんですけど、途中からですね、ゲストボーカルとしてですね、元時空海賊セブンシーズっていうバンドがあったんですよ。結構有名な、そこのボーカルさんを使ってですね、楽しいイベントになりまして、非常にお客様がいていただいたということでね、誠が見に来てくれたという、うんうん、メンリーは出てないよ、動画はね、いきなり人知れず、
消えていく、韓国と戦ったのに人知れず消えていく、この俺らの立場よ。悲しいね。あと動画勢だった、動画勢じゃなくて、あと撮影勢だったからね。切り替えたね。うん、寂しかったわ。はい、パンフレットのさ、はい、あれね、あれね、パンフレットのあれね、手拍子のさ、あれビビるでしょ。違う、じゃ何が面白かって、バグっていうか、あの手拍子ね、しかもあれ仕込んだのが BNG の人間だからな、あれ。だけんなよって、いい写真あるでしょとか言って、うん、これは使わなきゃダメだわとか自分たち言い出してね。いやいや、あれ番長は自分で Facebook に上げてたんじゃん。そう、だいぶ前にね、うん、死ぬほど前に上げたんだ、あれ。それを引っ張ってくるか、あいつら。鉄拳ビューティーだよね。そうだよ、鉄拳番長ビューティーだよ。鉄拳番長ビューティーだよ。ビビじゃねえ。いや、安いわ。俺も行かしてくれよ、鉄拳マッチョビューティー。ツヤツヤだったじゃん、あれ。ツヤツヤだったね。ツヤツヤしてくれたんです、補助で、誰かが。オイリーだったわ。いや、でもあれ安いんだよ、150分でさ、うん、あのボディマッサージからフェイスマッサージまで全部ついてさ、1万円いかないんだよ、あれ。あ、そうなの。クーポンで。だから、六本木のいいお店、スイートボーテさん、使ってあげてください。そうそうそう、ヤングギターの DVD、よく知ってますね。あのボーカルと結構仲良くて、結構バンドやったりするんですけど、本当に上手くてね。今からどこ行くの？帰ります。あ、そうだ、オンリーパンダの真相を聞きたいね。ハンクマなのか誰なのか。あ、誰なんだろうね。マンチョギターですよ。ギターボーカルでした、今日は。鉄拳タップ2のオンラインで、プレイステーションでオンリーパンダのプレイヤーがいるんですけど、それってハンクマのことですかね、それとも知らない違うプレイヤーのことですか。すごい強いクマパンの韓国のプレイヤーがいつもオンラインの砲弾員でいるんですけど、知らない、知らないですか。ハンクマではない。舐められてる、完全に完全舐められたな。ワンピーが、ワンピーが、もう一回もう一回、ワンモア、ワンモア、ワンモア。韓国語で言って、韓国語で言ってこいよ、韓国語で。アニモハセヨじゃねえよ。発音上手すぎる。マジか。さあ、というわけであと1分です。ここまで見てくださった大勢の方々の皆、大勢の方々ありがとうございます。ありがとうございました。なんかマスダカップのね、はいはい、感想戦を今後、や、今度やるみたいで。なるほど、うん、そちらの方もぜひ楽しみにして。今日はちょっとマスダカップ話全然できなくて、はい、対戦の方をメインでやりました、はい、で、リョウと、まあ、デクと、はい、ナシ、デクとノビの試合が動画でアップされますので、はいはい、そちら URL 僕のツイッターかなんかに貼るんでチェックお願いします。見てやってください。もうノビがアニオハセヨしかいませんからね、これね、それしか知らないんですよね。あと20秒、タラヘヨ、タラヘヨ、タラヘヨ。あと20秒でございます。ありがとうございました。はい、なりますよ。はい、ということで皆さんありがとうございました。今後ともよろしくお願いします、はい、それではまた次の放送でお会いしましょう。鉄拳番長ありがとうございました。ありがとうございました。またね、バイバイ。番長の見たい、番長のね、弁護生配信しますよ今日中に、動画を揃えます。はい、裸みたい。Go!